はい。ン福祉士、資格学チャンネルです。講師の通ちゃんです。今日もよろしくお願いします。福祉住環境コーディネーター2級聞き流し独学テキストの40回目となります。今日はですね、えー、家具、インテリア、照明についてやっていきたいと思います。住、えー、環境整備の面でですね、えー、家の中の、まあ、家具の配置や、えー、インテリアや、えー、照明ですね、えー、明るさとか暗さとか、 えー、関節照明とかですね。そういったことについて、えー、試験に出るものを一問一答にしておりますのでね。かなり今日も重要です。えー、しっかりと見て聞いて覚えてください。聞き流しやながら聞きで結構ですのでね。えー、よく見て聞いて覚えてくださいね。それでは行きましょう。重環境整備の基本技術編、家具、インテリア、照明です。一番。 え、家具の配置について考慮することを3つ挙げましょう。1つが生活動線に無理はないか。2つ目が通行福音は十分に確保されているか。3つ目、動線上につまずきの原因となるものが置かれていないか。この3つがですね、家具の配置について考慮することとなっています。ちょっと頭に入れといてください。2番です。 住、えー、重環境面で椅子を選ぶ際に検討する点を二つ答えましょう。はい、一つが立ち座りのしやすさ。で、二つ目がメンテナンスですね。修理や補修のしやすさとなります。まあ、当然といえば当然なんですけれども、えー、立ったり座ったりするのがまあ、椅子ですよね。それのしやすさですね。えー、それと、えー、まあ、あの、重環境面でのことなんでメンテナンスですね。まあ、あのー、よくこう、 よく座る椅子。まあ、高齢者や障害者がよく座る椅子で、えー、まあ、あの、よく座るもんで、えー、まあ、ちょっと壊れたりすることもあると思うんですが、えー、修理とか補修のしやすさですね。それも結構重要な点となってきます。3番です。立ち座りのしやすさの中でも、重要なポイントとなるものを3つ答えましょう。はい。1つが、椅子の形状や座面の高さ。 えー、二つ目が肘掛けの有無。で、三つ目が椅子の安定性ですね。えー、ま、一、二、三とも全部、あの、まあ、もちろん重要なポイントなんですが、えー、椅子の形状ですね。えー、座りやすい、まあ、形状。 であったり座面が高すぎな高すすすすぎぎぎなずず低とというところですねあんまり低いとですね、あの、こう、立つのが、まあ、しんどいというか、大変となりますし、え、高すぎてもですね、落ち着かないということになります。で、肘掛けの有無もですね、肘掛けがあることによって安定するというところもありますよね。座った状態が安定するのか、まあ、ない方がいい場合もありますね。そういうところ。 あと、まあ、3番は、まあ、安定性なんでね、椅子がガタガタするとかですね。えっ、ー、と、椅子自体が不安定だと最も子もないんでね、椅子の安定性ももちろん重要なポイントとなります。4番です。えー、高齢者や障害者が食事に用いる椅子は、特にどんなことが重要となるでしょうか。はい、メンテナンスのしやすさですね。 えー、食事に用いる椅子っていうのはかなり、えー、まあ、あのー、まあ、重要ですよね。高さであったり、広さであったり、あと、こう、こぼうした時にも吹きやすさとか、衛生面もありますのでね、えー、ちょっと壊れてすぐ、あのー、交換しないといけないっていうのでは、こう、ちょっとこう、都合が悪いとなりますのでね、修理や修繕のしやすさは特に重要となります。では、机やテーブルについて何との相性を考えるべきでしょうか はい。車椅子との相性ですね。これを考えるべきですね。えー、車椅子の方って、まあ、あのー、高齢者も、障害者も多くいるわけなんですけれども、まあ、テーブルに、まあ、車椅子が、こう、まあ、入るときに、まあ、あのー、机の、こう、足にガチャッと、こう、当たったりですね。えー、両足、車椅子の時の両足が、えー、机の下に、こう、まあ、何かこう、サポートとなるものなものが当たったりですね。 えー、まあ、例にも書いてあるんですが、机の足が、えー、車椅子の前輪や、まあ、フットサポートですね。両足を乗せているものですけども、フットサポートにあって、なかなかこう近づけないなどの問題かないか、問題がないか、このあたり結構重要となってきます。えー、5番です。との形状について、重環境整備面では、引き戸折れ戸開き戸のうち、最も望ましいのはどれ、と言われているでしょうか はい。引き戸ですね。えー、では、収納の奥行きはどれぐらいが適当でしょうかはい。奥行きが600ミ、mm、リ未満、60センチ未満ですね。戸の中の収納はあんまり深いとですね、えー、ちょっと入りにくかったり、物が出しにくかったりします。浅すぎてもですね、もちろん収納としてあまりこう、意味がなさないんで、えー、奥行きは60センチ未満が適当と言われております。それはなぜでしょうか はい、え、奥行きが深いと、戸の、え、下枠部分の段差につまずく可能性があるため、こういったところもですね、細かいですが、ポイントとなってきますので、覚えておいてください。6番です。収納の高さ。え、日常的に物を出し入れしやすい高さはどれぐらいでしょうかはい、え、目の高さ、程度。 まあ、1400から1500ミリ程度。まあ、1メートルは40センチから1メーター50センチ程度と言われております。では、この高さ以上の場所への収納にはどうすることとすべきでしょうかはい、物の出し入れは解除者がすることが、まあえー、いいですね。えー、あまりね、えー、本人に物の出し入れは、この、えー、目の高さ以上には、あの、本人にはさせない方がいいと言われております。 7番です。色彩について。住宅全体を暗い焦げ茶色など、暗い色彩でまとめると、重苦しく変化の乏しい雰囲気になりがちなため、どうすると良いでしょうかはい。部屋の一部でもあたあ、明るい壁紙などをアクセントとして取り入れる方が良い。ということですね。8番です。トイレ、洗面脱衣所の色彩について。 洗面器や便器の色は何色を基本とした方が良いでしょうかはい、白色ですね。えー、それはなぜでしょうかえー、単や便、尿の色を確認できるようにするためです。これ、あくまでね、副詞的な循環境整備面のことなんでね。えー、まあ、白色ですね。まあ、単や便や尿の色を確認できるために白色の方が良い,いですよ、ということになっております。9番です。 視力の低下した高齢者は色彩の区別がつきにくいため、床の色はどのようにする配慮が必要でしょうかはい、えー、床の色に変化があると段差と間違いやすいので、床面の色彩や仕上げは不用意に変えないことがあまあ重要、配慮が必要となります。10番です。照明について。 日照が十分でない居室では生活スペースにどのような照明器具を取り付けると良いとされているでしょうかはい。照度の高い照明器具ですね。これを取り付けると良いとなります。えー、結構ですね、まあ、あの、こう部屋の位置であったりですね、まあ、建物の条件によって日照が十分でない、まあ、部屋に住むしかない場合っていうのが多くありますが、そういう時は照度の高い照明器具を取り付ける。 ということが良いとなります。えー、では、照明の抗原はどんな配慮をする必要があるでしょうかはい。直接視界に入ると刺激が強すぎるので、えー、避ける。まあ、抗ですね。光源は直接視界に入らないようにする。これが、まあ、配慮となります。11番です。照明についての続きです。 高齢者は廊下や階段に電気をつけて移動するのを面倒に思い、暗いまま移動することがあります。えー、そのため、どんな照明の検討する必要があるでしょうかはい、えー、センサーが周囲の明るさを人の気配を感知して自動的に作動する照明の採用を検討する方がいいですね。<laughs> まあ、よくありますよね。センサーがね、まあ、人が通った時にパッとこう、足元であったり、まあ、あの、上の方ですね、明るくするっていうような、そんな照明を採用する方が、高齢者の場合は特にいいと言われております。12番です。冷暖房への配慮です。高齢者にとって温度差は何に大きく影響を及ぼすでしょうかはい、血圧の上昇ですね。 えー、温度差は血圧の上昇に大きく影響を及ぼします。これ覚えておいてください。では、暖房の方法には大きくは2つあります。答えましょう。はい、1つがですね、対流暖房と言われるものです。エアコンやファンヒーターなど、こう、ぬくい風が出るものですね。これを対流暖房と言います。 で、もう一つが、副車暖房というものですね。えー、床暖房やパネルヒーターなど、えー、火星が出て、あの、部屋を暖かくするものではなくて、えー、まあ、じんわりじんわりですね。まあ、床であったりパネルがぬくくなって、えー、まあ、温めるというようなものですね。この二つちょっと頭に入れといてください。えー、13番です。温風によって室内を温める方法で、短時間で温まるのが利点。 しかし、天井と床面付近の温度差が大きくなるのは何という暖房方法でしょうかはい、それが対流暖房と言います。覚えておいてください。では、輻射熱、放射熱で温める方法で、適切な室温となるまでには時間がかかります。しかし、空気の対流を起こさないために、埃は立たず、天井と床面の温度差もあまりないのは何という暖房方法でしょうか はい、わかりますね。え、これが副車暖房と言われるものです。この二つの違いですね。えー、頭に入れといてください。14番です。エアコンを設置する際の注意点を述べましょう。はい、えー、冷房と暖房では同じエアコンからでも空気の出る方向や向きが違うことがあります。ですので、両方の気流を確認してから設置をすることが重要となります。 はい、次にですね、えー、熱中症対策です、えー。熱中症の約半数はどこで発生しているでしょうかはい、それ自宅なんですね、えー。熱中症の約半数は自宅で発生しています。これ覚えておいてください。15番です。熱中症対策の続きです。熱中症の予防には何が大事でしょうか二つ答えましょう。はい、一つが、喉が渇く前からのこまめな水分補給が大事。 もう一つ、二つ目が必要に応じての塩分補給ですね。水分だけではダメで塩分も適宜とる方が良いですね。これも覚えておいてください。では、室内温度は何度以下に保つことが必要でしょうかはい、28度以下。 と言われております。ちょっとですね、28度だと、まだね、暑いような感じもしますが、まあ一応ですね、言われているのは28度以下ですね。この辺も、えー、温度の問題出るかもしれません。チェックしといてください。16番です。熱中症の対策の続きです。寝る際は28度以下でも、日中の余熱の影響で、深夜に室内温度が高くなるため、えー、どうすることが必要でしょうか はい。夜間でも冷暖房を使うことが必要となってきます。では、熱中症による死者の高齢者の割合はどれだけでしょうかはい。8割なんですね。すごく多いですね。熱中症の、まあ、死者、まあ、亡くなる方は高齢者が8割を占めています。これも覚えておいてくださいね。17番です。熱中症対策の続きです。 高齢者はなぜ熱中症の発症が多いでしょうか二つ答えましょう。はい。一つがですね、え、知覚機能の低下により暑さを感じにくいんですね。で、もう一つ、二つ目が汗もかきにくいので自覚症状がないんですね。えー、こういった、ま、理由からですね、高齢者はいつの間にか熱中症になっているということが、ま、多いということです。これも覚えておいてください。 はい、えー、今回ですね、住環境整備の基本技術編の中の家具、インテリア、照明について取り上げております。えー、結構重要ですよね。まあ家具、インテリアあ、照明、あと熱中症にも取り上げておりますがね。えー、今現在8月、2021年の8月ですが、すごく暑いですよね、えー。毎日のニュースでね、えー、熱中症で何人、こう、病院に運ばれたとか、死者何人とか出てますね。かなり重要となってますのでね、覚えといてください。 えー、一問一答形式で17問にね、えー、試験に出るものをまとめております。何度も何度も繰り返し動画を見て聞いてね、しっかり覚えてください。聞き流しやながら劇きでね、OK なんで、しっかり記憶に焼き付けてください。はい。復習環境コーディネーター2級の動画、まだまだ出していきますのでね、今後ともよろしくお願いします。以上です。